皆さんは金融リテラシーって言葉をご存知ですか？金融や経済に関する知識や判断力ということで、金融リテラシーが高いと投資詐欺などに騙されにくいとされています。一部の投資系ユーチューバーやほとんどの youtube 広告なんかは詐欺まがいや虚構なわけですが、金融リテラシーが高いと投資詐欺などに騙されにくいとされています。 稼ぎたいなら自己投資しろと商材やセミナーを勧めてくる人もいますがこれも大概だと思ってます有益な情報は目の前にあふれかえっています取捨選択すらできない人は投資で稼ぐことは難しいでしょう個人投資家は完全な個人プレーです 全ての判断に自己責任が目のしかかります他人に頼るような投資をしているようであればポンジスキームの餌食になって資産を減らす危険性があります点んてけてさてこのほど大谷翔平が広告との仮想通貨取引所 FTX か倒産しましたまず野球スポーツ選手の金融リテラシーは著しく低いことが多いです脳筋という言葉がありますが野球スポーツ 選手の金融リテラシーは著しく低いいことが多いです普通の頭ならこういう不産臭い会社の広告等にはなりたくないと思いますが脳筋ならしょうがないですねイチローも好きでしたが粉飾決算でおなじみの日光コーディアル証券の CM に知っていたりして違和感を覚えます肌から見てると金融リテラシーないなぁと思うわけですが。 投資を知らない人からすると知ってる有名人が洗練してるから買おうとかなるのです金融リテラシーが高いと投資詐欺などに騙されにくいとされています金融リテラシー本当に大事です点てけケ FTX の顧客資金は10億ドルほど言い方不明とのことです FTX の共同創業者のサムアンクマンフリード氏は160億ドル約2兆2000億円の資産を数日でほぼ全て失ったようです点てけケテ 多分、仮想通貨とかやってる人の多くはマウントボックスとかもう知らないのかもしれません金融リテラシーが高いと投資詐欺などに騙されにくいとされています金融リテラシー本当に大事です一時期に比べて暗号資産の広告を見かけなくはなりましたが相場がにぎわってくるとまた増えてくるのでしょうこういう誠実でない媒体がバックし始めた時相場はピークを迎えます同じことは何度も繰り返されます学びましょう金融リテラシー本当に大事ですテ 最後までご視聴いただきありがとうございましたこのチャンネルでは投資について語ったりしてます投資について知りたいことがあったらコメントしてください気が向いたらアンサー動画作りますそれでは皆さんまた見て、ね、ありがとうございました